はい、どうも。今回はアテナの、吹っ飛ばし攻撃後の、追撃に関して見ていきます。まず一番簡単なのが、考え方が簡単なのが画面端でヒットした時なので、画面端でヒットした時から見ていきます。画面端でヒットした時は、ヒットしたら、弱サイコシュートか強サイコシュートで追撃します。そして浮いたところに、いつも通りのサイコボールを決めていきます。そしてスーパーキャンセルでダメージを伸ばしていくっていう形にするといいと思います。あとは、今弱サイコシュート、弱サイコボール、強サイコボール、弱サイコソードと決めたんですが、強サイコボールを使っていく、また強サイコシュートを使った場合はこのような形でなります。強サイコシュートの方が、ダメージがでかいんですが、その後の隙がでかくて、サイコボールを刻める回数が、減ったりします。今日サイコボールが入らなくなります。なので、どっちでもいいですが、ダメージがでかいのは弱サイコスーツのパターンですね。続いて紹介するのは、ゲージが 0.5 以上あるときは、これができます。EX サイコシュートで追撃して、その後ダメージを伸ばすパターンです。0.5 本追加してるにもかかわらず、大してダメージが伸びてないので、あんまりいらないかなっていう感じもしなくもないんですけど、でも、ゲージが少ないときはダメージを伸ばせるので、やるといいと思います。画面端に関しては、そんなところですね。画面端でも多分、こういう追撃でもいいと思います。続いては画面中央の話いきます。はい、どうも。画面中央付近では、ヒットしたら、クリスタルシュートを基本に考えておくといいと思います。キャンセルでいろいろ入れていけるんですが、こういうふうなことをやった場合に、ガードされていた場合、結構何を出してもリスクがあるんですね。強サイコボールを出しておくと、こういうように連続ヒットするんですが、強サイコボール毎回入れ込んでおくと、ガードキャンセルに対して弱いので、なので、そういう毎回入れ込んでおくのは、同じ技を入れ込んだりするのは危険ですね。あと、弱サイコ、テレポート。からこうやってダメージを伸ばせるんですが、これも、普通に危険なので、危険性があるので、危険性があるので、毎回同じ技を出したりするのはやめた方がいいです。このように発生が遅いところ大丈夫か。でも何らかの反撃を受ける可能性があるので、毎回同じことをやるんではなく、これもあれなんで、毎回同じことをやらずに、いろんな、例えばテレポートと強サイコボールを合わせて使っていくとか、そういう風にすれば、使い分けで的を絞らせないようにするっていう風にするならいいと思います。そして、ダメージも伸ばしていけるっていう形で、でも基本は、ゲージがあったら何もキャンセルせずにっていうのが安全だし、いいと思います。ただ連携で なんか崩して、例えばこういう連携をするとかいうことなら、そのヒットした時用に、追撃を考えておくっていう風にするのもいいと思います。こういう連携をしてヒットしていたら、追撃を加えていくっていう形ですね。 EX サイコシュートが入るので、
このような形で追撃していきますので、連携で、このような、フェニックスボムや、サイコテレポートを使って当て投げに行くなど、あとは、まあ、今日サイコ今日テレポートでも、まあ、似たような感じにできるんですが、まあ、そのような連携を組みつつ、ヒットしていたらそれぞれ追撃をしていくっていう風にするといいと思います。というわけで、吹っ飛ばし後の、追撃の話でした。以上、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。では。